はい、それではまたステージ7の10ですね、挑戦したいと思いますけれども、前回からですねレアを増やしましたということでね、エピック1つとレア4つということでかなりね強くなったと思います。ただねレアがまだレベル1が2人と、あとレベル30 1人、レベル10が1人という感じなので、まあ戦ってみてダメだったらね、このレベルを上げていくっていう感じで、はい、やっていきたいと思います。じゃあはい、じゃあ7のステージ7の10挑戦します。うわこれでも結構強いんじゃない。あ、7の9か、ごめんなさい、7の10だと思ったら9でしたね。9は余裕でいけるでしょう、一人でもいけるんだから。はい、じゃあネクストステージで、はい、10に向かいます。あ、いきなり2つやられた。やっぱレベル1だとすぐ死にますね。はい、あとここからどこまで持つかですね。あ、1人ずつ倒してくれよって感じだな。あ、集中攻撃受けてる、頑張れ頑張れ。いや厳しいな、これ厳しいな。あ、集中砲火だ。ちょっともう一回やってみますね。ちょっと集中砲火浴びてるんでプレイスメント変えようかな。一気に2人死ぬんだもんな、あそこで。これきついな。もうちょっとレベル上げないとダメなんですかね。はい、ちょっとプレイスメント変えてみますか。プレイスメントを、こいつを一番下に下げたらどうなんだろう、やられにくいかな。ちょっとこれでやってみたいと思いますね。これで何か変わるかどうかということで、はい、これでダメだったらちょっとまた出直してレベル上げしてきます。うわあ、ダメだな、プレイスメントでもダメですね。やっぱレベル上げないともうダメと、はい、いうことなので、はい、すいません、出直してきます。はい、ということでね、出直してきました。レベルをね、それぞれ10に上げて、あとレベルが10いくつだっけな、10くらいだったのを18に上げました。ちょっとね底上げしました。はい、これでちょっと一回ねやってみたいと思います。では、ここですね、ステージ7の10、はい、行ってみます。それでもやっぱ一発で死ぬんだ。ダメじゃないですか、困ったなこりゃ。お、それでもさっきよりはなんか、頑張れ頑張れ。うわー厳しいな。ちょっとやっぱプレイスメントを見直して、どうすりゃいいんだろう。ここ離せばいいかな。これでやってみましょう。はい、リベンジ。ちょっとは違うかな、さっき一撃で2人やられてましたもんね。お、さっきよりは、さっきよりは、さっきよりはいいんじゃないの。硬いなあれが。
これは厳しいですね。まあ、属性もあんのか。厳しいですね。厳しいな。もう一回やってダメならまた、はい、出直してきます。最初いきなり来るもんな。お、クリティカルでないと厳しいな。わわ まだまだダメみたいですね。はい、最低でも敵がレアの16なので、ここまでは上げないとダメってことですかね。はい、わかりました。じゃあまたレベル上げに勤しんで、はい、でも取ってきます。はい、それではね、再びリベンジしたいと思いますけれども、前回からレベルを上げて全部ね、下はレベル19にしましたね。この敵のレベル16よりも上にしたので、これでなんとかいけるんじゃないかと思いますので、はい、行ってみます。あ、また9やっちゃった。はい、じゃあネクストステージで710いきますね。わあ、お、一発で死ななくなったけど、どこまでいけるかな。お、よしよしよし、これはいけそうじゃない。こっちは3体残ってる。あ、一気にやられた。何これ。いけいけいけ、頑張れ頑張れ頑張れ。もう一回もう一回、もうちょっとでいけそうだったんですけどね。一発で死ななくなったのは大きいですね。わあ、硬いなあ、これは。いやあ、これ厳しいね。まだ足りないですか。ああ、そうですか。はい、ということで、もっとレベル上げないとダメってことですね。はい、今回はいよいよね、ステージ7の10をクリアするために、レアのアリーを全部30レベルマックスまで上げました。なので、エピックのマックスが1人と、あとは他の4つがレアのアリーですね。これならね、いけるでしょうということで、はい。ね。ステージ7の10、挑戦していきたいと思います。これで負けたらちょっとね、厳しいので、はい。まずは行ってみます。攻撃力はやっぱ高いっすね。でも、どんどん削られていく。あ、でも、結構残って出るかなあ。あ、これはいけそうなんじゃない？ 4 人も残って、向こうも、なんか硬いな。え、全然ダメじゃん。え、負けちゃうの？これで負けちゃうの？クリアできないんじゃない？これ。ちょっと。おお、いったいった。これはいけるでしょう。いけないのかな。あ、なんか一気に死んだ。これで負けちゃうの？これクリアできないじゃん。ちょっと、レベルマックスだよ。エピック2匹いないとダメってこと？この辺までは順調なんだよな。最後のボスで。やられちゃうんだよ。やっぱ属性なのかな。ああ、
そうですか。これどうしようもないのかな。プレイスメントでいけるのかな。ちょっともう一回、勝つまでやるしかないのかな。ダメだ。ありゃ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 。こりゃ勝てないな。こりゃ勝てないな。勝てないんだ。エピック2匹いないとダメってこと？こっから一気にやられるんだよな。硬いな。これで負けちゃうんだ。もうどうしようもないね。最後にちょっとフォーメーション変えて。ちょっとね、プレイスメントでリコマンドってやるとこんな感じなんですよね。これが推奨リコマンドだから推奨？でもノーマルありだとすぐやられちゃう気がするんだけど、これ推奨って言ってるからちょっとこれでやってみますね。多分でもなんかやられちゃう気がするんだけどな。はい、ちょっとこれで挑戦してみて。リコマンド推奨なのでこれが実は強かったりする？ そんなことないよね。あっという間にやられたよ。なんかでも違いがあるのかな。やられるよね。はい、ということで残念ながらレベルマックスでもかなわないということなので、これどうしようかな。エピックもう一人作る？ ちょっとそこまで気力が持つかどうかっていうところで、はい。残念ながらね、エピックレベルマックスのレアレベルマックスでも、ステージ7の10クリアできませんでしたというところで、今回はね、終わりたいと思います。ちょっとね、今日こそはクリアできると思ってたのに、これでクリアできないとなると、この先だってね、もうだからエピック5人とかじゃないと全然無理じゃないですかね。このタイムアタックのところですね、ステージアイランド5つ目の島ですね、ここまで行くのにはもしかしたらエピック5体もしくはレジェンドとかいないとたどり着けないってことなんですかね。はい、ということでちょっと厳しいっすね。 はい、そうですか。ということなので、まあね、まあ、今ね、ほら、CBT ね、クローズドベータテストなので、これ以上頑張っても、なんか特にメリットはないけど、まあ本番になったらね、ここまで行くのに多分エピック5体とか、それ以上が必要なんだっていう、こう、ハードルの高さ。まあレジェンドまでいらないかな。レジェンドもまでいるかな。レジェンド5体って、ってことはないと思うんですよ。こんだけマップがあるんで。ただね、2つ目の島でレア、エピック1人のレア4つでも越せないとなると、多分エピック2人とかエピック3人とかって考えていくと、結構ここまでたどり着くのはかなりね、大変かなということが分かったので。はい、ちょっとね、この先どうやるかっていうのは考えていきたいと思います。はい。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。